みんな休憩してくれ。お昼にしよう。はーい。あなたほら休憩でしょ。ダメじゃない、あなたも休まないと。さすが魔法。あー生き返る。ルーこそ出歩いていいのか。ええ今は平気。みんながいろいろ教えてくれるの。鬼人族の中には実際にお産に立ち会ったことのある人がいるみたいよ。本当に不思議だ。お腹に子供がいるって。いいですね、羨ましい。何か改善すべきところはありますか。まあ問題といったらお酒が飲めないくらいかな。